ね、その T シャツは洗わなくてよかったの？そうじゃん。だけどアンナにとっては違うの、違う。ねえ、まだアンナのこと大好きでしょ。バカ。いや、気づくの遅かったわ。気づくの遅いとかじゃなくて普通脱がないの。アンナも同じ、ずっと好きなの、愛してる。アンナだけだよ、アンナだけが一番知ってるの。あなたの面影が見えるわけじゃないけど、いつもシルエットが見えるみたいにあなたの存在を感じるの。あなたがいないと見るものに色はなくてモノクロで何も聞こえない。大丈夫？大丈夫じゃないかも。もう何もかも終わったわ。は？男と別れただけで？失恋でしょ。ただの失恋。でもっとマシな話しようよ、うん、そう、もっとマシな話。例えば自殺地獄、神、神の不在、光闇、あと音楽について。ありえない、狂ってる、狂ってるよ。ここにいればもう大丈夫でしょ。同じの、心臓の音やばい。座って、ゆっくりになるのは眠るときだけ。セックスするときとか喧嘩するとめっちゃ早くなる。あと何かが怖いときとか。
お友達はいつもこんな感じですか？今日マジでヤバい夜だったんだよ。もうじゃなかったらここにいないよ。ここに来るなって言ったよな。大丈夫、大丈夫だよ。ほら、家に帰ってきたよ。こんな死に方やだ。あの失礼人サイコパスに殺されるなんて絶対やだ。じゃあどんな死に方が良かったの？うん、